とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、羽なしのビルドを使って攻略していきたいと思います。使う装備が、こんな感じですね。ホークブランド、そしてウィザーのアーマーに、ハープクロスボウ、ですね。アーティファクトは、キノコ、稲妻の矢筒、ドラ、です。ハープクロスボウで、稲妻の矢筒を打ちながら、残ったやつをホークブランドで倒していくような形です。そして行く場所がここだね。湿っぽい沼の出入り1。ここに行ってみましょう。それでは行きましょう。モブダメージが 50% 増加するんで、まあ、ペットがね、多い方がいいんだけども、まあ、輝きがね、ついてるんで、ちょっとはマシじゃない？うん。輝きがあるならば、一応リフレッシュもついてるし、いけそうな気もする。まあまあ、エンチャ次第。エンチャ次第です。変なのが来たら、まあもちろんダメだし、まあぬるいやつでも、ちょっと物足りない感はあるけども、まあね、クリアできるギリギリのラインぐらいのエンチャントが来てくれれば嬉しいかな。なかなか難しいんだけどね、それ狙って出すっていうのが。あ、全然いける。全然。倒していけてるわ。うん。やっぱね、ホークブランドがいい感じだと思う。うん。よっしゃ、あ、ミスった。で、このアップデートがね、ちょっと前に、11月後半かにあったんだけども、で、その時に結構変わってるので、ちょっとね、また DPS を、全体的に測ってみようかなとも思います。うん、今実際何が強いかっていうのがちょっと見えにくいところがあるので、うん、アップデート後にどう変わったのかね。うん、前はダントツでね、誕生と終焉、あれが強かったんだけども、まあ、それに代わる、最高の DPS 出すやつが出たのかどうか、まあ、それ気になるところですね。まあ、上位にいた、シメグ、あれがね、若干下がったっていうのはわかんのよ。うん、攻撃速度が結構下がってるので、あれは下がっただろうけども、他がね、どう変わってるんだろうね。結構変わってると思う。俺がね、思うにね、メイスが意外と上がってきてるんじゃないかなーって思います。メイス。あれ、一発が、最後の一発が200万超えるのよ。かなりのダメージ与えれるようになってるので、多分メイスがそこそこ強いんじゃないかなと思うんだよね。はい、まあまあとりあえずここは余裕なので、とりあえず洞窟入りましょう。キャプテンを倒してどうなるか。洞窟入りました。まあ、洞窟はね、入った途端に最初にいるんだよね、キャプテンが。どこ？そこかい。おーい、ちょっと待って、うっといな。よし、OK。まあ、で、エンダーマン倒して、で、キャプテン、あ、いるね。なに、モブ HP120%、嘘でしょ。いやー、嫌なやつ、ほんと。減らせなくなってきたなー。これ結構厳しいかもしんない。厳しいかな？でもまあこれぐらいだったらまあ大丈夫。何？プレイヤーダメージが 40% 減少？嘘でしょ？結構厳しいエンチャントがついちゃったな。これ、いやー減らせない。え、これエンチャの敵じゃないんですよ。エンチャの敵じゃなくてこの感じか。いやいや。これ味方回復とか防護出てきたら積むよ。霊気もきついしな。いやいや、倒せない。そもそもが倒せなくなってる。やばい。あー、いけっかなこれ。ちょっと心配になってくるレベルですけども、まあなんとか行ってみましょう。ちょっと待て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 待ったらんかい。ちょっと待て。よーい、ちょっと待て。まずはこの霊気なんとかしよう。霊気がいるとどうしようもない。あ、
でも敵の攻撃力が、そうでもないんで大丈夫ね。何？プレイヤー HP が 20%。まあ、行ってみるか。無理なような気もするんだけども。結構エグいのが3つ出たね。でもナイトモードじゃない分、まだ、マシかな？これでナイトモードだったら多分、積んでる感じだけども。大丈夫かな？いや、減らせないな。減らせないね。いた。まあ、キャプテン探しながら、倒しながら行きましょう。ちょっと待て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 。待って。ちょっと待て。これ、大連ついてるじゃん。でしかも、霊気。うわ、2匹来た！やばい！完全にやばい！完全にやばいけども、なんとかやってる。すごい。なんとかやってるぞ。いけ。よし！やれるもんだね。やれるもんなんだね。これ今のさ。OK、脅威2ですね。はい。では多分、ゴールっていうか、出口間近に、まだいると思うので、行ってみましょう。多分そろそろいるんじゃない？出口間近ですね。多分そろそろキャプテンが出てくると思う。ほんとね、防護が来た時がダメだ。倒せない。全然倒せない。うん。で、しかも防護と味方回復とか、あと霊気がなんか出やすいね。が来た時が結構積む感じになる。あー。とりあえず1対1で戦いたい。1対1で戦わないとこれ、うおい、減らせないな、減らせねえな、これは。これ、普通に戦ったら無理よ。無理無理。こんな化け物勝てるはずがない。よし、オッケー。あー、ちょっと待って、ここで固まらないでくれ。ちょっと待って、多すぎない？多すぎない？待て待て、エンチャンターの数が多すぎる。オッケーオッケー。ここら辺で戦わんと無理。ちょっと待って。食べ押せにしたい。OK, OK。よし。エンチャンター、あそこきつかったなぁ。ちょっと待って。旗はとりあえず全部取りました。これエンチャンター、まず倒さんと無理だわ。よし、OK。では、ボスまで行け、多い、多いな。いけるかな？ちょっと、一応、挑戦してみましょう。もうボスですね。ボスの手前です。敵が多い。敵がまあまあ多いには多いんだけども、まあ数に限りはあるからね、敵の数に。なのでまだマシ。ナイトモードでも永遠に出てこられたらもう詰むんだけども、まだマシだね。倒せるレベルで、防護はこの硬さよ。ドラを使わないと、とてもじゃないけど倒せない。よし、もうちょいだ、もうちょいだ。もうちょいで、ボス戦いけるぞ。ちょっと待て。おい！減りすぎや！ちょっと待て、減り、減る。減る、減る。でも、あそこで、おしまいだね。雷のやつとかね、やっぱりね、いい感じで、行く。敵が多いところはもう任せてっていう感じですね。いけるかな。いけるかな。まあドラをつけてるし、そこそこダメージは入るとは思うんだよね。プレイヤーダメージ 40% 減少で HP も増えてる。減らせない。減らせねえな、全然減らせねえな。ちょっと待って、デスバーター欲しい。デスバーターが欲しい。ちょっと待って、やばいやばいやばい。こう囲まれたら終わる。ちょっと待て待て待て、輝きがいい、すごくいい、輝きがいいよ。いいぞ。
とりあえず交渉バリア入ってる時にもうガシガシ倒そう。 OK。 あやばい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 、死ぬ死ぬ、ああもうこれ HP 回復すんのよね、大釜って。ちょっと待って、回復しないで、まだ。よっしゃ、とりあえずこの間にガシガシ減らせ。いやきついなちょっと待って、きついな。よし、あぶねえ、もういけるか。この遠距離ダメージが意外と痛い。いやあと半分、うわーこれ減らせねえな、本当にやばいやばいやばい。こいつこんな強かった、強かったよね、うん普通じゃちょっときついわ。あーいやーきつい。はい、それでは戻ってきました。ボスがあと3分の1っていうとこでしたね。厳しい。やっぱりね、あれぐらい耐久力が敵が増えたら毒ダメージがないと厳しいね。怒りのね、ダイナモ20の痛みとかで打ち込めば、まあまあまあ全然いけただろうけども、それなしではちょっと厳しいですね敵の攻撃も痛いし。はい、ということで今日は、羽なしのビルドで挑戦してみましたけども、やられました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。